ところだそうです。すいません、それでまた落ちましたね。もう一度配信もう一回です。すいませんね、すごい落ちまして。はい、あられさんだけ、はい、今スカイプゲストです。あ、チュンさん来ましたね。こんばんは。こんばん、え、どこに来たんですか。私のには来てないですよ。あ、ソーシャルにそのうち現れますんで待ってください。今なんか落ちた状態じゃありませんか。リロードしてください。画面の一番上にあるリロードのところを押してくれると、もう一度配信画面に戻りますので。どうでした。URL が出てるじゃないですか、一番上に。この画面の一番上、はい、の一番横の方に リロードっていうか、あの更新みたいになりません。それないんですね。あるんだろうけど、ね、うやうやツイキャスじゃないとね、なかなか慣れてなくてね、どこにあるのか、まあ、一つ分からないという状況ですね。多分ね、一番上のところのをもう一回リロードリモスタンプオン、ユーストリーム完全手彫りでデザインカッターのみでオリジナルゴム版スタンプを制作していますって書いてありますね。そのすぐ下に URL が出てますよね。出てて、あれ、Windows の方いらっしゃいますか、ここに。これ Mac ですね。あ、 Mac ですか。そしたら Mac でしたら、その下に http スラッシュスラッシュないです、ないです、おやおや、HTTP はつながりであるんだけど、それも点々点になっちゃって途中で切れちゃって、そこじゃないんで、そのもう一つ下の部分に、白い枠になってて、ないです。あれ、それいつもあるの、これこの画面上ではないです。おやおや。そしたらどうしましょうね。にゃにゃ、おやおや。いや、配信が切れてしまうのは私のせいなので、配信が切れてしまうのは私のせいでございます。あ、動いてきた、動いてきました。あ、動きました、よかったよかった。はいはい、今動きました。なんで急に動くようになったの。そしたら、あのテトラさんじゃなくて、なんだっけ、誰だっけ、あのチュンさんが誰だか分かんなくなった。名前間違えた。え、名前じゃない、ちゃんとアカウントがテトラさんだから、テトラさんでもいいんですけど、あのチュンさん名前間違ってないですよ。あのどっかの雑誌と違うんで、私テトラさんでも全然 OK。 テトラセブンさんもね、チュンさんはね、がホリホリって書いてるところがちゃんと見えます。なんか曲が大きくて声が小さい、こっちの設定のせい。何が大きくて何が小さいんですか。曲が大きくて声が小さい。私曲なんかかけてないですよ。私曲かかってるんです。あ、そうなんですか。はい、曲がかかってるんですけど、何の曲もこっちには聞こえないですね。おやおや、音楽は聞こえないで話し声だけが聞こえます。これが音楽です。聞こえますか。全く聞こえないです。おや、そうですか。みんな聞こえてますか、チュンさん。配信には載せてるので聞こえてるんですけど、配信切っちゃってるからかな。配信の方の音声切ってるから。そっかそっか、配信切っちゃってスカイプだけでやってるから、うん、だって今だって急にスカイプに夏之助さんが来て、うん、で、あのパーってつなげた途端にもうなんかいきなり参加させる。そう、世界配信にね。世界配信、なんかそこでもしなんかね、個人的な話だと思って、なんかちょっと変なことを言ったりしたら、世界的に配信される勢いで危ない危ないっていう感じですよね。そうそうそう、もうあのとんでもないことになりますよ。夏之助さんのちょっとあのスカイプは気をつけてからあの出ないとダメですね。夏さんはいきなりつなげますから、もともと困りますね、ちょっと、うん、自分のツイキャスでもあのちょっとじゃあつなげてみようかなとか言ってありますからね。気楽な感じでつなげられて、なんかこう、うん、こっちは寝ぼけてたり機嫌悪かったり、あと後ろになんかこう息子とかがいて喧嘩してたりすると世界的に配信される感じですよね。そうです、そうです。もうそれはもうもちろん、もちろんなんですよ。もちろん、しかも私の配信だったら必ずそうですよ。もうやってる間にあの呼びますから。あ、前もってじゃないんで。あ、
当に人のことを無理やり参加させつつ自分がいなくなるという詐欺っぽい感じですね。いや、いなくなることないですよ、私常にいるんで、ここに。あ、違う違う、あの夏之助さん、そう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 今こう自分人のことをこう参加させつつ自分はちょっとお風呂と行ってパンツさんいなくなっちゃって。そう、パンツさんいなくなりましたね。ねえ、うん、パンツさんは戻ってくるのかなどうなんでしょう、うん、と言ってる間に一つ出来上がったね。これは誰かに依頼を受けてるものなんですか？いや違いますよ、私が好きで彫ったやつです。あ、自分の作品としてね。はい、はい、こんな感じでとりあえず彫りました。これ何なんですか？なんかこう金属みたいな色に見えるけれども、これあれゴム版です。あ、そうですか。 黒なんですか？いや、ゴム版は基本はなんかいっぱいありますけどこんな色です。うん、出します。あ、やっぱりチュンさんは曲が大きくて声が小さい。おやおや、私には曲が全く聞こえないんですけれども。じゃあちょっとすいません、音が回りますが一度確認します。じゃあちょっとすいません、音が回りますが一度確認します。音大きくないですよ、ただ声が小さいかもねあ、そうですか。私結構あのバシバシ喋ってるんですけどね。少し上げます。こんなもんはどうですか？さっきね、夏之助さんに音でかいって言われたんで少し下げたんでこれでどうですか？これでどうですか？こじさん、ちゅんさん、これでどうですか？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 でもこれ今これに掘ってるんですよ。今見ます？これこれこれ、ゴム版。昔ほら、何でしたっけ、よくね、お正月のとかです。そう、あれで、あれに使ったやつを使って掘ってるんです。さ、今日何掘ろうかなとねって言うんで、今 BGM と声は同じ音ですねって言ってますよ、こうじさん。 BGM 落としたらどうですか？ BGM なくしますか？じゃあ BGM なくしますね。じゃあ落とします。ですよね。じゃあちょっと BGM を落としますよ。私には BGM 聞こえてないから何とも言えないんですが、はい、 BGM 落としました、はい、これでどう？どうでしょう？BGM の声でかいって書いてあるけど、声でかいって書いてある。じゃあ声でどうよ、こう。ちょっと今こっちこっちあげる。これでどう？声がでかいって、だって声が小さいって言うから大きい声で喋ったのに、誰が声がでかいって書いたんですか？こじくん、こじくん注文うるさいですね。違う。こじくん声でかいって書いてますよ。思いっきりでかいよ声がって書いてますね。こっち側でボリューム下げたらどうですか？パソコンの方でとか言ったらもう丸投げな感じで、あとは微調整はそちらでよろしくって感じですね。みたいな、もう向こう任せな感じで、うん。今準備中なんで、皆さんの場つなぎするためにちょっと、これはリモさんの、はい、ユーストなのに、どうして、うん、あの夏之助さんが私のことを参加させることができたんですか？誰でもできるんですか？私が、主催者になっているので私が呼んだんですけど、はい、はい、確認取ったのは夏之助さんが来るって言ったじゃないですか。で、私が入れたんです。あ、そういうことなんですね。いや、夏之助さんから突然ツイキャスがこう来て、うん、なんかプンプンって言ってつながった途端にもう声がユーストに乗ってたから、うん、ちょっとどういう仕組みになってんだろうと思って不思議だったんです。そう、私がね主催者じゃないと多分配信には乗らないので。そうですよね、はい、だからどういう仕組みでなんかつなげていいですかって言って、まだつなげていいとも言ってないうちにつなげていいですかって、何のための質問かって感じでいいとも悪いとも言ってないうちにもうつながってたから、おおって思って、ナッツさんがだってつなげちゃいつなげちゃいって言ったからつなげちゃいましたあ、そうです、わかりました、了解です。はい、こんな感じでやってますよ。ゆるいね、こんな感じでやってます。今ここのとこも寝るのがいつも朝だから、ちょっと今日はね早めにと言っても普通の方からすれば遅いですけど、早めに寝ようかなと思ったり思わなかったり、早めっていうことは3時とか4時とか。そうですね、違うかいや昨日4時半だったからそれよりも早く寝たいですね。それより早く寝るのはさ、あれじゃないですか、30分早くて4時、とりあえず目覚ましが5時半なんで、はい、寝た気がするぐらい寝たいですね。
時半に寝た状態で5時半に起きると寝た気がしないですね。何がですね、わかんない状況なんで、ちょっとね、うん、お弁当も寝ぼけちゃって作れない感じで、うん、息子に学食で食べてってお金渡すような感じなので、今ちょっと試験1週間前にも突入したので、とりあえず弁当を作れるこう実力を残しておきたいなと、でもこっちは全然書き込みがね乗らないですよ。あの最後にコジ君が BGM と声は同じ音ですねって書き込んだのが最後ですけど、その後も書き込み入ってるんですか？入ってますよ。あのね、多分ねソーシャルが止まっちゃってるんだと思うので、それこそ本当にリロードした方が本当はいいんですが、リロードがないんですよね。上にあるんですけど、なんでだろう。私にはそこら辺が、私のね、これ別の箱が立ち上がって、はい、うん、あの出てきました。昨日も言ってましたとかいう、チュンさんのなんか良くない発言とか。何をですか？昨日あられさん、あられさん怖いとかいう、なんかあの私何も怖くないです。どこが怖いの？なんでこんな知らない間に悪口。悪口じゃないじゃないですか。怖いって何、なんか最近評判悪いんですよ。怖いとか女王様気分だとか。昨日もなんかチュンさんで、今日チュンさんがいない間にも、うん、なんだっけな、あのありますよね、なんとか診断とかで、ありますね。それで、うん、あられ石の、うん、あのフォロワーさんにお願いったみたいなのがあって、うんうんうん、なんかそれであのあられ石がわけわかんないことを言っても温かく見守ってくださいね、よろしくお願いします的なことが出たんですよね。あ、うん、三輪車、これかわいいですね。今度これ掘ります。はい、でそれが出たら、チュンさんいないにもかかわらず、みんなチュンさんそうだってとかいうのが3人ぐらい来て、私がまるでチュンさんをいじめてるかのごとく、それで私もクーさんとかが、私もちょうどそれを言おうと思ってたとか言って、私があたかもなんかチュンさんにわけわかんないこと言っていじめてる風で、それ以外の、あのチュンさんのこととは関係ない、それ以外の人もだから今そうしてるじゃないですかとか言って、私がわけわかんないこと言ってるの温かく見守ってるフォロワーさん的な人たちがいて、ちょっと悲しかったですね。もうそうだったらあれじゃないですか、もう女王様キャラでずっと押す。全然女王様じゃないですよ。こんななんかビクビクした女王様なんていないですよね。皆さんそう言ってますが、どうでしょう、ツイートしてください。昨日も言ってた早く寝るって話って、そうですよ。うん、だってだけどツイキャス始めたのが3時だったんだからしょうがないですよね。ツイキャス始めたのはあれですよ、チュンさん悪いですよ、一緒にやろうって言ったんですから。そう、チュンさんで、だからすぐ人のせいにするとこが良くないですよね、チュンさんね。一緒にやったんだからもっと仲良くしましょう。仲間は割れしないで、チュンさん。ねえ、あれですよ、ラジオやってるみたい。面白いね。チュンさんちょっと仲間かと思いきや、なんか急に仲間割れな感じのね。リモさん掘ってください。はい、掘ります。今ねちょっと修正したんで、これから掘りますよ。どこ、あられさんは優しい方ですとか、魚意とか急に取ってつけたような話が2人揃って言ってるし、魚意っていうことは私のこと女王様だと思ってる証拠。そう自重ですもん。だって女王様と思ってなければ魚意とは言わないですものね。うん、そうそう、あの王子様が庶民に対して魚意とは言わないですよね。言わない。王子様は普通は言わないでしょ。普通言わないですよね。うん、王子様、あ、羊だからか。そうそう、羊。今日は。今羊だからね。羊じゃなくてね、マトンじゃないのね。今日は羊っていうね。私が羊って言ってたから、私がツイートしてないから言わないね、誰も。すごい。これは紙がゴム板に貼ってあるんですか？違いますよ。今転写しました。あ、転写しました、これを。あ、転写したんですね。はい、パソコンから出したら、あの元図を、はい、あの転写しました、ここに。あ、そういうことなんですね。はい、こんな感じでね、今それですっごいこうまん丸くってなってるのは、レンズをウェブカメラにひっつけてるんです。レンズを外すと、はい、外すと今配信が遅れてますが、こんな状態にボケボケになるので、はい、ちっちゃいじゃないですか、これだと。だからこれはイベントとかで、あの売ったりするんですか、作ったの。そうですね、作ったの売りますね。
ちなみに失礼かもしれないですけど、いくらぐらいな感じなんですか？あ、いくらだろう。いろいろありますよ。だいたい1000円くらいから、あ、ごめんなさい、今これつけますんで、1000円くらいから、はい、高いの、大きいのになると3000円いくらとか、まあ、5000円はいかないですけど、でもこんな細かく綺麗だったら安い感じですよね。けど売れないんですよ、ハンコってあんまりね、必要性を感じないみたいでね。で、あとオーダーの方は大体3センチ角ぐらいから1500円で掘ってますけどね。なんかチュンさんがコメントは30秒間隔でしかできないからずれるっていうのはそうなんですね。そうなんです、お待ちくださいになるので。ツイキャスとは違うんですね、そこが。そうですね、ポジキャスはね、2アカウントで対応します。そうだね、顔がニヤリの顔と素直な顔と2種類いるよね、うん、3種類いるんですよ今日。はい、今日3種類いるんですよ、コージさん。5種類ぐらいいますよ。前は22種類もいたんだけど、うん、で今はここに来てるのはニヤリの子と素直な子と2人。さっきね3人いました。あ、本当？うん、ツイートするたびに違うのが出てきました。うん、コジ君はなんかもう一目惚れでリムさんのファンになったんじゃないですか。だからもう急にイベントまで行ったんじゃないんですか。いや、そんなことないみたいですよ。今日はね、今日は私じゃなくて、ミクちゃんっていうもう一人女の子が昨日入ってたんですけど、その子の方に一生懸命ツイート入れてましたからね、はい、ああ、うん、今日じゃあ俺はダブル出自ですかってどういうことですか。え、なんでしょう。え、ダブル羊ですかって言ってますけど、ね、上がりすっぽんぽんってそんな聞いてないですよね、その話。何がパンツ一丁でもちょっと私的にはNG な感じなのに、ちょっと夏之助さんは NG ですね。パンツさん帰ってきた。パンツさん帰ってきた。パンツさん入ります。やっぱパンツさん入るとあれかな、落っこっちゃうかな、どうかな、落っこっちゃいますかね。3人になると落ちるんですか。私落ちましょうか、もしあれだったら。もともとパンツやってたんだから、イスイスこのままで面白いよ。私面白くないですよ、何も面白いことが言えない平凡な人間なんで。ナツさんこう言ってますが、どうしますか。姫もういそう、これでやるか、あれですよ、これでやるのも楽しいですよ、結構。あ、そうですね、なんか、万年寝不足になりそうでもありますけどね。これね、30分に1回とかって落ちないんで、永遠にやり続けることができるんですね。そうそう、で、録画をしてる場合は、3時間で録画が切れちゃうんですけど、3時間、今から3時間って言っても相当なもんですよ。だけど、掘ってたら3時間すぐですから、まあそうですね。うん、で、3時間で保存してまたやり直しとかってできるので、あ、うん、すでに私これ今回バンバン落ちちゃってるので。ただ私が昨日もそうだったけど、ツイキャスやってて楽しかったんですよね、チュンさんと3時から4時半まで寝れない時も、うん、楽しかったんだけど、ツイキャスはフォロワーさんがみんなiPhone で、うん、配信されるとお知らせが来るようにしてるみたいで、もう行ってね、もう行ってくるでしょ、うん、そして夜中に寝てたらなんか来て驚いたとかいう苦情だか冷やかしだか分かんないのが何人か夜中の3時4時にもいもいって来たぞとか言われてそれはね、あれですよ、向こうの設定の問題ですから、もいもいは何やってんですかとか言われて、すいませんちょっと寝れなかったんでって言って、毎日でしょとか言われて毎日です。チュンさんを一緒にやってんのにチュンさんは怒られないで、なんで私の責任になるのか、そこがちょっとね。昨日はまあ私のツイキャスだったからしょうがないんですけどね。うん、それでもなんかこうあたかもチュンさんが被害者で私がなんか加害者みたいな、だって一緒に楽しくやってんのに被害者とか加害者とかないはずですよね。それで言えば今私被害者ですよね。おやおやでもそういうことですよね。それなのになんか常に私が加害者的なムードになってるのがちょっと納得できないなって感じですよ。あれですよ今日これ保存しますから、はい、チェックしましょうお家で。自分の
要するに声が聞こえるわけですよ今私のこのやつを毎回今度再生してみると、あ、どういう、だから自分のが絶対怖くて再生しないですもん、恥ずかしいから。再生したら面白いですよこれ。嫌です、嫌です、もうなんかツイッターやめたくなっちゃうかもしれない、恥ずかしくて。今も実はだからあのこれをやりつつ自分の方のツイキャスでも流そうかなってちらっと思ったんですけれども、うん、あ、やってくださいよ、全然 OK ですよ。だけどそうするとまた今日もやってるかっていう感じで、また被害者な感じ、被害者今日はいないからいいか、うん、いいですよ、だってやっちゃって、もし文句言われてもだって楽しみにしてたでしょって言っとけばいいんだから文句は言わないんですけどね、誰もね、うん、見たくない人見ないだけで、そうそう、誰も文句は言わないんですけど、こう私の人格がこう否定されていく別に否定してないから大丈夫。あ、そうですか、大丈夫よ。あられさん面白いっすって、あれ被害者いないんじゃって笑ってるけどでもジュンさんはね、自分被害者だって自分では言わずとも、みんなが被害者だと思ってくれる得な感じだから羨ましいわみんなにねこう保護されて可愛がられてる私も保護されて可愛がられたい。女王様ですから保護されてるじゃないですか誰かに可愛がられたいです、守ってもらいたいです。チュンさん言ってるよ、チュンさん、チュンさんって一番被害者だと思われてるからチュンさんに言って無駄ですね、他の萌えしてって言ってますよ、萌えしてあられさんって。そういつもね、コジ君は来てくれるんだけどね、うん最高に面白いって夏之助さん言ってますけど、そうです、そうです、なんかもう、あ、もういいって来てくださってますよ。はい、誰がもういしたんですか。違いますよ、コジさんが、コジ君がもういしてもういしてって言ってるんですよ。女王様の庇護を受けてますって。違うでしょ、コジ様どうなっちゃった、どこ消えたの、ダメじゃんという感じです、という感じです。閉めないでくださいよ、まだやってんで。キッチンさん来ましたね、こんばんは。ちょっとなんか日々へこむ毎日送ってるあられです。いちいちへこまなくていいですよ、楽しいからOK ですよ。あ、誰か上がってきた、どなたさん、どなたさん、ジュンさんだって可愛がって差し上げてるのこの言い方がダメなんだった、可愛がって お慕い申しているのに、お慕い申しさせていただいてるのに、あれ誰わかんなくなった、言葉遣いがなんかあれですよ、人格を開拓しなければって夏之助さんが言ってますよ。そのような人格を、あの私のさらなる消極的な部分を、え、実はシャイな、あの実はって別にわざわざ言わなくても、皆さんが私がシャイだってことにはうすうす気づい、うすうすというかはっきり分かってらっしゃると思うんですけれどね、うん、配信ではそれは多分否定したいと思いますあの正しい判断力をお持ちの方にはお分かりだと思いますがあれはシャイ姫です。シャイ姫なんだやっぱり。嘘です、じゃあシャイな女王様でも何でもいいや、だんだんどうでもよく、庶民はどこに行ったの、シャイ姫というにはちょっと奥がましいかなって今自分で言ってからちょっと情けない気持ちになりましたちょっと前まであれあれじゃなかったでしたっけ、庶民ですって言ってたような気がするんですけど、だってみんながあんまり言うもんだからさ、庶民でいいんですよ、庶民でいいっていうか庶民そのものなんですけどね。あ、夜報の時間だしょ、夜報ちょっとタイムライン見に行きますね、ちょっと待ってね、はい、ってらっしゃいまし、私はタイムライン見れない状態です。そして今私は粉の掘ってます、三輪車ね、これもねギリギリになって作りましたよ、画像じゃないや、図案をね、私じゃないよ、カチャカチャ言ってんのね、ちょっと待ってね、今ちょっとね D が入ってたんでね、うん、お返事を、はいよ、
私は別にあれですよ、喋りながらでも何でも惚れる。あ、私なんかね、喋りながらだとなんか D なんかいろんな余計なこと言っちゃいそうでね、怖いんですよ。私なんかいまし、あと D を失敗してね、うん、表に出しちゃったりとか、時々私自分の本名とかなんか電話番表に間違えて D なのボタン押し間違えて表に出しちゃったこともあるぐらいで。あらまあ、私あれですよ、これやりながら配信見てとかもできますし、いろんなことできますよ。すごい、私の聖徳太子的な人間じゃないんですよ。うん、全然平気だって。あれです、配信してない時ね、3つぐらい画面出して1個検索しながら配信見てとかやってますからね。でこれやってとか。素晴らしい、そういう人間に私もなってみたいです。いや、そしたら掘りましょう。掘ったらそういうことできるかも。今日これ終わったら明日はね、粘土を配信しますよ。粘土ねりねり。これでもうこっち来れるようになりましたね、あられさんね。はい、ちょくちょくと掘っている。あ、そうですよ、はいはい、来られるっていうか何が、あのツイキャスじゃなくてユーストにですか、どなたさんがっていうか、もう次もちゃんと誘ってくれないと来れないですね。だって今日やってたのも、今日呼びますよ、呼んでいいんだったら呼びますよ。別にそういう意味ではなくて、あのご所望でしたら違う。うん、あとほらこの画面も来れるようになったんじゃないのかな。ん、上に、上の方に、この画面の上の方に、なんだっけあれに、なんとかになるっていうのありませんでした。私自分の画面なんで見れてないんですけど、ちょっと新規ウィンドウ出しますね。打っててください。今ちょっと違うものを探します。そう、コミュニティに参加っていうのをクリックしていただければ、私のところの、はい、そうすると自分がそのコミュニティに入ってるものにが配信されると分かったりとかするので、ユースにつなげば、うん、コミュニティに参加していただければいいな。はい、あれ、この右側に書き込みのが1個も出なくなっちゃってる。そう、戻ってきた。おや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 、何にも上手にできない。何もかもうまくいかない。誰かが隣にいてやってくれればいいのに。おー、じゃあ今タイムラインにここって書きますから。待って、あのフラッシュプレイヤーサファリをインターネットプラグインが予期しない理由で終了しました。あ、じゃあサファリをもう一回立ち上げ直しでございましょうか。無視とレポートとどっち、無視でいいんですよね。無視でいいです。はい。はい。そしてさっきの、で、プラグインに失敗しました。もう一回サファリを上げ直してください。サファリを一度落としてみます。サファリの上げ方がわかんないです。今多分落ちてるので、もう一回サファリをクリック。うわわ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 。なんでしょう、今の。わかんない。サファリって何？サファリってブラウザーです。今この画面を見ているブラウザーのことを。ブラウザーっていうのはいちいち立ちわざわざ立ち上げなきゃいけないもんなんですか？インターネットにつなげてホームページ見たりするのはブラウザーというものを使ってみるんですけど、はい、はい。それをどういうふうにすればいいんですか？サファリっていうのを、Mac だと下の方にいっぱいいろんなアイコン出てるじゃないですか。私が右横になってるんですけど、うん、あります、あります。サファリあった。そう、それクリックしてください。そうすると立ち上がります。クリックしたけど何事も起きません。エイリアスになってますよね。だからそう、エイリアス一回クリックしていただくと。新規ウィンドウでいいんですか？新規ウィンドウです。新規ウィンドウでいいです。ページを開けません。おやおや、うん、これちょっと待って、ユーストを一度これ閉じて、はい、閉じましたね。うん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、夏之助さん呼びますよ。いいっすか、夏之助さん。いいです、別に頑張ります。
はぁ、あ、って言ってますから、ちょっと夏之助さん入れます。私より詳しい方なので、夏之助さん。出た出た出た。コミュさんかにはユースター赤がいるのかって、じゃあ私ユースター赤があるってことですか？あ、また、またなんか、また回ってます、音が。なんかあんな変な外人が誰かこれ あれさてきたサファリうーんなんかでなんか今は自転車がちょっと見えるけど今変な外人が現れる本当あ今えライブ配信してますて動いてますてますしてますえ今あのね出たはいいけど動いてない状況なんですよねあチェンさん、ユースト赤作ってください。動いてます、今。動いてますよ。右横に、ちょっと掘ってみ、ホリホリしてみてくれますか？はい、今動かしてますよ。よいしょ、待ってください。少しあのタイムラグあるんでね。ん？あ、見えた。うん。見えた。できました。オッケーオッケーです。オッケーオッケー。できました。あー。っていうかサファリがわからなかったらしいでしょ、夏さん。サファリはでも聞いたことある。聞いてた。聞いて。サファリがこのようにあることは知ってって、だけどサファリっていうのは知らず知らずのうちに立ち上がるもので、わざわざ消えたり立ち上げたりするもんだってことはなかったんです。あなんか、荒井さん、かわいい。すっげえかわいい。いや、バカにしないでください。あれだよね、あれだよ、なんかさ、そんな声で甘ったれると、つけてあげたくなっちゃう感じだよね。甘ったれてません、自分でできるって言ってるでしょ。甘ったれてるのお願いとか言うのが、甘ったれてるのは自分でできたもん。あ、そっか。でも、すごいよね。感覚的にいろんなソフトを使いこなすっていうのはすごいです。知らない間に立ち上がってるんだもんっていうやつ。ね、だってさ、うん、感覚的にいろんなほらスカイプもそうだしさ、いろんなもん使いこなしてきてんじゃん。みんながその場その場でこう言ってるのを聞き耳を立てつつ、その場しのぎでやってるんです。だから不測な事態が起きると何事にも対応できません。そうか。今度だから一人こう、あの秘書じゃなくて、なんだっけ、一人助けてくださるぐらいの優しい方がいてくださると本当は嬉しいんだけど、この隣にね。隣に、うん、そうか。じゃあ、今度僕が、ね、手取り、足取り。腰取り。夏之助さん、ちょっと危険そうだった。だから、荒井さんとデートの約束があるんだもん。ああ、何でしたっけ、あの、焼き豚ですか焼き豚。焼き豚でなんか手取り足取りパソコン教えてもらうと、パソコンベトベトになりそうですか。ね、あの、神戸のホテルに押しかける話は、あの、断られたんで、もう。断ってないよ。いいです。だって、荒井さん、怖いのも、だってパンツの写真を撮りに来るとか。いやいやいや、とんでもない、そんなこと、これこっちも考えてない。あれはツイキャスで、ユースはちょっと録画の残るっていう話ですので、そういう話はちょっと。あでもね、今日はパンツ履いてないです。パジャマ着てるだけ。パンツ履いてないとか言ってますけど。いや、そんな人嫌い。嫌いって言われちゃった。私の理想の男性はパンツを履いてる人ね。違うか。なんだと思う。しっかりわかんないです。パンツ履いてる人ですって言ってます。はい、男性が好きです。パンツ履いてる男性の人が好きなんだよね。パンツ履いてる男性に。いや、今から履きます。はい、入ってください。一歩近づく感じ。理想一歩近づく。理想一歩近づくために今夏さんパンツ履いてます。最高のトークだよね、なんかね。え？何？荒井さんのトークは最高です。
そうだからね、ネットラジオを聞いてるみたいなの。そう、あのね、今度あのリトラジのヒデさんに紹介しよう。うん、そうですよ。ネットラジオ聞いてるみたいじゃないですか、なんとなく。聞いちゃうんだけど、はい、私。あのそうそう、なかなかこう、リモさんとか夏之助さんがこういうのに慣れてらっしゃるから、リードされてこうついついこう、あの踊ってしまう感じで、あの一人じゃ何にもできない。声もすごく、あの通りますからね。うん、すごくいい感じ。うん、でもなんか聞くとやっぱりあやさんとかクリームさんとかなかなかこう聞きやすい綺麗なこういい声だなと思って、自分の声はなんかいないって。自分の声ってね、でも僕も自分の聞くとあんまりなんかがっかりするんだけど。ねえ、あの自分の聞いて聞いてる声と違いますよね。全然違うよね。違いますね。うん、そう。しかもなんか時々なんか私はこんな普通に真面目にやってんのエロいとか言われるとますますがっかり。あ、でも、あ、でも荒井さんの声はあのあれですよ、色っぽいですよ。そうそうそう、艶っぽいんですよね。